猫自慢登場のにゃんこたち。天井にいるこちらの猫は1歳の男の子レオ。ベンガルで甘えん坊な性格です。実はレオ、飼い主さんと自宅から毎日一緒に出社しているんです。オフィスでは自由気ままな生活を楽しんでいます。そんなレオの水の飲み方が少し変わっているんです。なんと蛇口から出る水しか飲まないんだとか。この飲み方に限るに。続いては銭湯の看板にゃんこルー。カウンターでいつもお出迎えをしてくれる3歳の男の子。さらにご主人が開店準備を始めると、グーがやってきました。開店前のお風呂をチェックしに来たのです。こちらは3歳の男の子テン。名前の由来である背中の点はトレードマーク。実はこの2匹兄弟なんです。浜場で兄弟仲良く食事をする姿もそっくり。こちらは2匹の先輩で5歳の男の子チャコール。炭のように黒いことからその名がついたそうです。お店の営業中はめったに姿を見せないが、閉店間際に現れることも。続いてはこの2匹。こちらは大吉、15歳の男の子。真冬の北海道で餓死しかけていたところを保護されました。そしてこちらは大福、10歳の女の子。保護された時は目が見えない状態でしたが、3回もの手術で奇跡的に回復し、今では元気に。そんな2匹はこれまでに日本全国47都道府県1000カ所以上もの場所を旅したことがある、 SNS などで有名なにゃんこなんです。こちらはマンチカンのジジ、5歳の女の子です。性格はおっとりしていて、細かいことを気にしないんだとか。ジジの特徴はこのカールしたおひげ。1日経ったら違う方向を向いているんです。そんなジジを飼い始めた1年後に来たのがこちらの小太郎、5歳の男の子。しかし当初ジジとは仲良くなれなかったんだとか。そんな2匹の救世主として現れたのがこちらのレオン。ジジとコタロウの仲を取り持った運動神経抜群な4歳の男の子。お兄ちゃんたち、これからも仲良くしてにゃー。